アジ散歩サイドバックのお題トークやります。これあんまいないですよね。え、いつも試合でどういう風なこと考えて入ってんの？いやあんまり考えてないかもしれないです。考えれるプレイヤーになった方が多分、うん、面白い人がサッカー伸びてくると思う。じゃあ次行きましょう、次行きましょう。はい。この瞬間がたまらない。1対1になった時とかたまんないっすね。どっち？守備側？両方っす。あ、両方奪い切るのが、あ、気持ちいいっす。あー、その瞬間、ね、仕掛けてきてくれた方が嬉しいじゃないですか。ほー、そういうタイプ。はい。なんかちょこちょこパスとかちょんちょんする人の方が嫌いです、逆に。なんか仕掛けてこられる選手とかの方がいいです。クリスティアーノとかはもうめっちゃ好きです。あ、完全に抑えてたもんね。はい、めっちゃなんかやりやすかった。はい。え、一番嫌な選手って誰？フロンターレはもうみんな嫌っす。ほんまやな、あの時はほんますごかったもんね。もうなんか手も足も出えへんみたいな感じだったよね。いやもう、その言葉がぴったり。あれなんでなん？あれなんで？なんでああなった？聞きたいっすよね、俺らが。だからそれを理解できるのがやっぱ考えてない証拠やからな。やっぱ考えてたら多分あれ対処できてたのかもしれないね。試合中にちょっとは対応できてたんかもしれないね。何回かに1回ハマりそうなところがあって、そのシーンがあっても家永さんのところに入れば片手でこうピッてもう全てがチャラになるんですよ。強いよな。もう本当に、あ、すごいなと思います。俺の味方ね。はい。めっちゃ周り気にしなかった、後ろと横を。あ、それは思いました。俺もうその時点でもう川崎とやるときは、うん、多分もう負ける。多分もう自分の目の前の相手にをぶっ潰す感じで押し出せば多分いける感じやね。もう常になんか自分の周りに2人ぐらいいるでしょ。そうっす。でどっちを見よう、どっちを見ようっていう。そうっす、もうそんな感じでした。そうやね。だからボールホルダーに全然プレスがかけられなかったです。あの時なんか行き方がなんか中途半端だったもん。そうなんですよ。なんか行くなら行くで、行かないなら行かないではっきりしたら分かったんですけど、なんか中途半端で。まあそういうのも経験やもんね。次対戦するときね、どうするかっていうのも勉強になるし。よし、高岡君、この瞬間がたまらない。あの攻撃で、まあ、3人目の動き出しだとか、あとまあ、僕結構受けた時に相手かわしたりしてとか、なんかいなせた瞬間とかがサイドバックは楽しいなと思います。なるほどね。得意やもんね、それ。サイドでもってインに入ってちょっとかわして一人剥がして持ち運ぶっていうね、はい、でもさ、俺見てたらさ、はい、なんかあの途中でさ止まる時とさ走り切れる時あるやん。はい、はい。あれなんか俺走り切った方が、あ、もう全部ですか？全部。あ、ディフェンスの裏まで走り切った方が多分相手からするとすっごい嫌やと思うね。相手のサイドの選手だけじゃなくて多分真ん中の選手もねめっちゃ気になるね。センターバックとか逆サイドのサイドバックとか、はい、あれって多分高尾くんのそのランニングで、裏へのランニングで多分そのラインがちょっと下がりますか、バンって下がるから、もうそれで仕事してるからね。まだ1個みたいな。そう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 。ライン下げさせて、はい、中に打ち込めるこのスペースっていうか、空間を作ったら、そうですね。そう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 。だから走り切ってもなんか面白いかなっていう。うん。多分対峙してる相手からしても多分裏に走り切ってくる方が嫌じゃない？完全に嫌です。嫌やね。途中で自分の目の前で止まってくれたら、ああ、ラッキーで。そう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 、目の前で見れるから、ああ止まってくれるんやみたいな。ああ確かに、うん、そういうのもあるから結構走り切ったらいいなと思う。はい。ガンバック作成第3弾。さあ石丸さん、今日はサンプルが
ってきたと聞いてきたのですが、はい、サンプルが入っておりますので、ぜひご確認ください。見ていいんですか？はい。じゃあちょっと見せてもらいます。ちらり。おお、入ってます。じゃじゃん。お。これもうめちゃくちゃ入る。お、すごい。あ、でももうおしゃれ。これスタジアムに来るときに、例えば上着とか飲み物とか、こうたくさん荷物あると思うんですけど、それもしっかり入りそうですよね。そうですね、まあ、はい、そういった用途にもあのぜひお使いいただきたい商品だと思います。そして私はこの中に見つけてましたが、じゃじゃん、これってこんなちっちゃいところにこれ入るんですか？そうですね、こちらをギュッとまとめていただいて、はい、この中に収納できるような仕様になってます。めちゃくちゃいいじゃないですか。ちなみにこのガンバッグはいつ頃から販売される予定ですか？はい、2月頃を予定しております。2月、いや、もうすぐですね。ちなみに価格とかも決まってるんですか？はい、お買い求めやすい価格ということで、はい、2000円税込みで。お、はい、税込み2000円、はい、はあ、これはぜひ皆さん買ってください。次行こうか。きつい時の対処法。きつい時の対処法。走り切った後戻るのきつい、戻るのっていうか、その時はきついなと思うんですけど、あ、時間経てば治るじゃないですか。ちょうどその時あんまボール来ないんですよね、俺のところに。俺大抵な、オーバーラップして帰ったら大抵1対1になってたけどね。もう来んなよと思ったもん。地獄っすよね、ほんまに来んなよと思ったよ。またさ、はい、サイドバックってなんか上がったら絶対確実に俺らの裏を突かれるやん、そこ。そうです、はい。あれやめてほしいよな。あれずるいっすよね。うん、戻ってきてその1対1とかになるときってきついよ。でも1対1だったら楽しいんで、楽しさの方が勝つんや。そうですね、多分。ああ、楽しめと、きつさを楽しめと。そうっす。でもハル君とかそうやって言ってましたよ、なんかそっからが楽しいみたいな。いやいや、あいつめっちゃ苦しそうや。でもあの人すごいっすよ、やっぱ。いや、まあ体力あるわな。じゃあ高くや。いや、でもそれこそ僕も上がって1対1で、でも1対1してるときはもう無理じゃないですか、力抜けないじゃないですか、守備でね、戻ってきてって、はい、うん、もうやるしかないから、うん、そこはで、そこを頑張って終わった後になんかボールとか出してスライディングとかで止めるじゃないですか、うん、そしたらちょっとふーみたいな、ちょっと休憩時間あるかもしれないです。で、これ早く始まって自分のとこボール来たら結構地獄じゃないですか。いや、だからちょっと、もうちょっと時間ちょうだいみたいな。いや、そういう時に限ってさ、東口がさ、あ、そうなんですよ、開け開けとかって言う、その時めっちゃ言うんですよ。押してやみたいな感じ言うやん。あります、あります、まあ、こっちしんどいんやん。ちょっと待ってみたいなのあります、ね、それもうきつい時の対処法でもないよな、でもそれ。とりあえずみたいな、もう対面、対面しかないよな、もうその。逆に何かあったんですか、あるんですか。対処法ね、なんか呼吸かな、やっぱり。なんかめっちゃあのオーバーラップするときと戻ってくるときのあのフリーランニングあるでしょ、あの時にめっちゃ走り方のフォームを気にする。きついときってなんか、あ、それはあるかもしれない。なんか自分のフォームを気にしながら、あ、こうやって走った方が速いとかっていうフォームがあったのね、その時ね。そのフォームを考えながらこうオーバーラップしたり戻ってきたりしてたのか、きつい時は。あとは戻ってくる時は必ず後ろ見、戻りながらですか、戻りながら、あ、前線を見る。あ、一回こう自分のポジションにこう戻ってバックしながら、一回こう振り向いてこう状況確認しながら戻る。っていうのがやってた、きつい時。だいたい戻っていく時ってさ、向こうもカウンター仕掛けて、で、またこっちが取って、またカウンター仕掛けてみたいな、早い攻撃仕掛けてみたいな時があるから、まあ、そういうのめっちゃ気にしたね。
まあでもきついときはな、きついからな。まあ福田君は楽しめと、きつさを楽しめと。そうですね、わかんないですけど。で高尾君はマジでマジでやばかったらちょっと一旦レスト。いや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 、レストできひんからね。めっちゃ続いてるからね。もうサイドバックの極意伝承してくれるんですか。じゃあまず一つ目ね、これ代表に書く、これ確実、うん、ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。